にちょっとグレーの色がついております日本です。赤が韓国ですね、はい、韓国ボールです。10番がシン・ヨンホー、1回戻します。細かいパスつながります、シュート。まだがそんな大きくないんですけどね。さあこの隙に何とかしたいと日本、津波上がってきた、上がりましたね、はい、津波得意のパターン、柱谷が行きます。コントロールがちょっと悪いんですよね。引っ張られました日本のフリーキック。今度は直接狙える、狙いますか、距離思い切って狙うかもしれませんよ。狙いました、木村、入った入った入った、木村のフリーキック入りました。ゴールキーパーのイン・ムイヨン、思い切ってジャンプしてその手に触ったんですが、バーの上を越えることができませんでした。バーの下にスロッと入ってしまいました、あと4分です。41分を経過しまして、あと4分前半残り時間です。ここら辺がね、韓国ってのは割と粘りがあるんですよ、ですからね、終了5分前ぐらいは本当に頑張ってほしいですね。そうですね、はい、怖いですよ。いった、韓国同点、6番のキャプテンチェ・ジンハン、1対1と同点の後、後半5分、日本キャプテン加藤のフリーキックです。水沼シュートは入った、入りました、水沼が行きました。ちょっと今日疲れた韓国、後半の5分、水沼、これまた後半日本最初のシュートが得点に結びつきましたね。はい、ここですがね、はい、ヘディングでいい折り返ししたですね。2対1とリードされた韓国、縦パスで日本のゴールを強引に攻めます。形で最後までは作らないですね、まだ15分ありますからね、はい、松井高ジャンプ、残り15分、日本は課題とする1対1の守りでも競り負けることがありません。ここで試合終了、日本初めてゴールで勝ちました、2対1です。日本日韓戦で5年ぶりの勝利、これはしかしね、実際、韓国での初めての勝利で新しい日本代表は明るいスタートを切りました。